大島リノンキャスターと小林ディエナキャスターは、今、午前に入ることが多いので、クロストークの頻度が高いですね。些細なことでも笑うので、見ているこちらも楽しくなります。今回は、ウェザーニュースのファンミーティングつながりで、コンサートトークです。それではご覧ください。それではここまでウェザーニュースライブモーニングお送りしていきましたが、この後8時からはウェザーニュースライブサンシャインの時間となります。担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は小林理恵のキャスターです。おはようございます。この後時刻8時からのウェザーニュースライブサンシャインを担当いたします、小林理恵です。今日この後のお天気から週間のお天気まで確認していきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ペンライトをね、今話してたんだけど、リエナちゃん、アイドルとか好きだったりする？いや、コンサートとか一回も行ったことがないです。うん、待って、アーティストさんのライブとかも？はい。あ、行かないんだ。なんか、ブルーノ・マーズのコンサートは応募したんですけど、当たらなくて。ああ、なるほどね。そうだった。当たらないよね。確かに。なるほど。そう、だから、いや、ほんと行ったことなくて、うん、なんかどういうことが繰り広げられてるのか、わかんないことが多いです。そっか、うん、経験がないんで。そうなんです。まあ、でも普通にアーティストさんが歌ってるっていう感じで。トークとかもあるんですか？あるあるある。トークとかもあるし、あ、でもその会場の雰囲気はね、結構アーティストさんによってまちまちだったり、その行われるライブ会場とかによってもまちまちだったりね、するけども、じゃあペンライト振ったことはないね。なんか、多分それもアーティストさんによってそれぞれだと思うんですけど、うん、事前でなんか並んでグッズ買うとかもあるんですか？あ、もちろんもちろん。もう暑い中並ぶよ。あ、そうなんですか？タオル欲しいとかさ。なるほど。私は神宮並んでましたね。乃木坂、夏に神宮でやるんですけど、学校の目の前だったから、はい、学校からなんか選抜メンバーで、こっちも選抜メンバーで、あなたはいくちゃん、あなたはあすかちゃんみたいな。そうなんですね。そうそうそう。暑い中並んで、それぞれ買って、そこからライブに行くみたいな。で、持って参戦するんですね。もちろんもちろん、持って参戦してって感じでしたけど、そっか、いつかね、なんか行けるといいよね、うん、誰かね。そうなんですよ。ね、ブルーノ・マーズか、ちょっと難易度高いよね。倍率が高くて高くて。そうだったんですよね。で、そう、来日ってなるとまたね、うん、すごいね。いつもいないですからね、日本にね。そうなんですよ。なるほど。ちょっといつか行けるといいなと思うんですけど、うん、あ、ね、ファンミーティング、今度は私たちが出る側にね。だいぶ使うんですかね。なりますからね。じゃあ私たちももしかして配られるかもしれないですね。一緒になんか。ね、リエナちゃんのファーストペンライトメザーニュースライブっていうね。それもいいよね。はい、これですね。思い出に残ります。ちょっと楽しみにしていただければと思います。